おはようございます、えー、と中学生の6月の皇室のお手本の動画ですねこちら撮っていきますえっ、ー、とこちらはあの同様かな同様の歌の歌詞ですねなんか途中で切れてしまってるのがねなんかねもったいない感じがしますけど はい、こう全体まず見てください上下空いてますよねなんとなくこういうラインなのかなっていう下のこの終わり方もちょっと頭に入れておきましょう上はね揃ってますねこの感じまああんまりこう大きくは変わらないので揃うぐらいでもいいんですが例えば今ここにこういう長い縦長になるような字が来てますのでその辺りでこうちょっと長さで調節してもいいのかなっていう感じですね全体としてはそういう感じで。 はいそれではちょっとつながりを見ながらあの、うん、書いていこうと思いますのでその辺ねちょっと注目してください。で今日使うのはこれえっ、ー、とね油性のボールペンの0.38なので随分細いものをちょっと使ってみます。このお手本を書いたのはゲルインクの0.5でいつも 使っているものなので、あこれ0.7だけどね。これのこのペンの0.5でこの手本は書いてますが、えっ、ー、とゆっくり書いたりすると、やっぱどうしてもこうぼてっとした感じが出てしまうので、このね。ちょっとこの解説の時には少し固めのあのインクがちょっと固いですよね。だからそっちでやってみようと思います。あの皆さん書く時にはもちろんスピード感とかを。 あの考えながらなので好きなものでちょっと柔らかいものでも構いませんはいそしたらここからいきましょうこれでいいかなもっと大きくなりますねこのぐらいかなはい切れてる切れてるねこの辺ですねえっ、ー、と薄いのでわかりにくいですがここに 行のねこの幅があってでこれが中心線ですねその中心線に乗っけるように行きますこう入ってストンと落ちて上がってストーンですねそこを受けてこうですここからのこうトントンってこういう感じでこの辺り来てください、うん、止まるとしたらここがいいかななんとなくここは大事に取っておきたい気がするので つな、うん、がりな感じをね残しておきたいなってとこですね木ですねこれはあまりまあ極端にギュッとするっていうよりはスーッとした感じで大丈夫ですちょっと動かしながらいきますねえあまり崩しは強くないのでこの辺りは普通に ま、ここからの、トントントンっていう、このぐらいな感じですね。で、そうして、ここから、こちら、下から、ギュッと内側に入って、スッと横に抜くような感じがいいですあんまり下に行かないこと。そうすると、ここのラインがほら、こう、下に落ちてきてもぶつからない、ちゃんと隙間ができるかなっていうところですね。で、E、C、こんな感じですね。 だいぶ細いですねやっぱりねこれだと細すぎるかなあえっ、ー、と油性のボールペンだったら0.5でもいいと思います私はこれあの手帳とかに使うようにすごい細いやつなんですけどちょっとこれだと細すぎますねやっぱね「パーの山」うん 小ですね小釣り何か歌いたくなっちゃいますけどねじゃあ小舟ですあこれ大きさ合わせてもらえばあのね高さはね変わらず書けると思いますので、えー、ぴったり合わせるようにしてくださいそして「コはこういう感じで何て言うかな少しこう湾曲させるような感じですねで、えー、と少しこれは 点の位置は解消に比べて少し下に行くような感じにはなりますけど点の向きがだいぶ横ですよね。とても横です。こう縦に引かないように。で魚辺大きくこちらを出しておいてここちょっと囲うような感じがあるといいかな。でこちらも大きく出て234ってきたらよあの近くにこう持ってくるような感じですね。ぎゅっと横を出しておいてこちら。 そして「釣りし」ですねこちらからこういう感じでグッと入ってもらえると鋭い線質が出ますでここ下にストンと落としておいてこう上がってきます今なんとなく2段階な感じがありましたよねトントンみたいな。 このままさーッと行ってしまうとこっち側になってしまう。ちょっと遠いですよね。だからそれを回避するようにこう上に上がってきて、こう。で、ここから結構こう,こう落とすというか、あんまりこうガクンって落ちるっていうよりは、少しなんかうん大きく置きましたぐらいな感じで、こんな感じにしといて、こういう点の向きをね、真似してください。ここからすっと下ろしてきて、リにー行くような。 もうこの辺り一気がいいですね釣りしそして蚊の皮少し落としてきても構わないぐらいな感じですがこうここからので革の一画目もしあれならこの辺りでちょっと高さをよく見ながらこの辺で合わせるように持ってきて。 最後なんていうのはさっとこう払ってますけどもう次に行こうというなんか気持ちの表れですよねこういうところと勢いがねやっぱりありますけど全部が早いわけじゃないっていうところでどういうところであの時間ためを作ってるのかみたいなそういうところあのこの動画では見ていただけるといいかなと思います中学生ね 今のところまだ部活もないでしょうし少しのんびりとできるんじゃないかなこれ審査自体はだいぶ後ですのでねまだ4月5月のものが残っているんですよできてないんでその後になりますまあ自粛解除されたのであされたうんのでそろそろどんどんやるんでしょうけど はい、有名です。1、2、3。これ、会所と一緒の書き順で大丈夫。ちょっと囲ういいような感じ。これもサッと来て、こちらから迎えに行って、こう。こうして、トン、トントントンですね。次もそうです。こちらから、しっかりと、こういうラインで来ます。で、ここ、かっこいいところ。1、2、ギュッと来といて、こちら。なんとなく、ここのあたりが、うん。 会社と違っていい感じのね勢いを感じますよね。そしてはですひらがなあの大きくしがちですけどこういうところの余白をよくね見てください。そうするとあの強弱つけやすくなります。やっぱ平坦にならないようにしたいのでこここういう感じのこう出っ張る部分「今」っていう字今これから書きますけどこ。 ここからぐっとこう出るような。この動きに対してぐっと張るようにこう持ってくるでこうですよね。この子はしっかりとこう出てあげているので、ひらがなはあまりあの大きく、こちらは出ずでも動きがあるように見せるというところでしょうかね。 言葉にするのはとても難しいですけれどもまあ見て感じてもらうのが一番なんですが言うとするとそんな感じですかね。めぐり手です、えー、こうしてここからぎゅこうして大きく回っといてくに行きます。め、え、ぐ、ー、ここで一度切っていいです。えー、っとこの角度とこの辺の柔らかい感じこれが キュッキュッっていう風になりたくないのでここカチンとしないことねなんとなくここに一呼吸あるようなそんな感じがいいですで、えー、ここから「リです「り」は前のを汲み取ってから行くような感じにしたいですねそうなのでちょっとこの「クの終わりの感じをちょっと見ながらこう入ってもらえるといいかなうんと思います でえー、とこちらに一応学年をじゃあ中3でいきましょうこうですねこうしてこんな感じでこちらから123こんな感じでいいでしょうでちょっとじゃあ全体を写してみましょうやっぱちょっとインパクトに欠けますよねこんなに細いとねうん。 細すぎはよくはないんですがまあ、これはね、油性のボールペンなのでちょっと硬い印象もまたあります万年筆とかで細いものだったりするとまたちょっと雰囲気も違うので少し慣れてきたらにじみが出やすいものでも構わないとは思いますが練習の時ちょっと硬めので初めスピード感取れない時なんかはあのじわっとするのが嫌だと思うんですよ。なので、 ちょっと細めめででの油性ボールペンとととかかもいいかなと思いな思ますでちょっとずつあの慣れてきたら柔らかいものに変えていくとあの細いところと太いところとってメリハリがつけやすくなるかなと思いますのでちょっとやってみてください。はい、では失礼します。